休日が来たよ。休日が来ちまった。やる気に満ちてますね。先週の売り上げあまり良くなかったんじゃなかったっけ？最初から何でもうまくいくものじゃないもん。その分試行錯誤のやりがいがあるよ。ムーアは体力とガッツがあるからね。案外店員にも向いてたのかもしれないね。まだ寝足りないぞ。もうせっかく姉らしいところを見せていたんですから、それを維持してください。四つ葉、みんなも手伝ってくれていいんだぞ。私はまだ認めてません。いちこね、そりゃ先週の売り上げはいいとは言えなかったけど、でもまだ2週間あるし。任務に支障をきたしてはならないと司令官から言われていたでしょ。現に四つ葉にしわ寄せが来ているわ。それはこれからは私がもっと頑張れば。それだと負担が四つ葉からムーアに移るだけだろ。ムーア、商売というものは心身に大きな負担がかかるものなの。軽い気持ちで手を出していいものじゃないわ。軽い気持ちなんかじゃないよ。私は真剣なんだ。それに私たちは少し辛いくらいでくじけるようなヤワな育ち方してないでしょ。どうして分かってくれないの？私はただあなたたちを心配しているだけで。とにかく悪いことは言わないから、今のうちにやめておきなさい。いちこねえの分からずや、嫌い。あ、こらムーは、いちこになんてこと言うんだ。いちこ姉さん、ガガ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 ガ。姉さん、打たれ弱すぎるだろ。あたいはムーアのとこ行っとくぞ。やっと見つけたぞ。あたいをあまり移動させるなよな。椅子図からか。一ね、まだバグってるみたいだぞ。いちこねえにひどいこと言っちゃった。そうだな、頭冷やせ。こっちはこっちで落ち込んでいますね。まあ見ての通りの状態だ。ムーア、もうわかっていると思うけど、勢いとはいえ姉さんに嫌いなんて言ってはいけませんよ。うん、わかってるよ。でもいちこ姉だってひどいと思うんだ。私ちゃんと頑張ってるのに。確かに姉さんもちょっと頑固だとは私も思います。しかし姉さんの言いたいこともわかります。さすがに、二人でお店を回すのは、負担が大きすぎるので。だからといって、ムーアたちの努力を見ないふりして、やりたいことを否定するのは違うと、私は思います。え？幸い、撮影の仕事は終わりましたから、これからは私も手伝いますよ。ニーナね。私が店番をすれば、美しすぎる看板娘と評判になって、集客力が増しますね。ありがとう。人手が増えれば、できることの幅も広がりますし、負担も軽くなります。これまでより店を安定させれば、きっと姉さんも認めてくれますよ。うん、私頑張る。じゃあ、もうあたいは休んでもいいな。ダメです。ムーアが頑張るんだから、
四葉も姉らしいところを見せてください。うい、マジかよ。